チャンネルです。はい、前回までの動画はね、僕の、絵の紹介とで、ホビーショップメガドッグさんのイベントのね、情報とか、まあ報告とか、イベントのまあ終わった後のね、まあ挨拶、まあ僕ともくんチャンネルの個人的なね、まあありがとうございましたっていう挨拶ですね、もうしてましたが、今回からはね、またまあ少しずつなんですけど、プラモデルの紹介、途中経過のね、紹介とか、まあそんな形でね、まあ毎日の動画配信をしていきたいと思います。はい、で、今回ね、またホンダのね、青島さんのキットなんですけど、ホンダのゴリラで竹川仕様なんですけど、まあちょっとね、上拭きとかはまだしてないんですが、少しだけ部品をつけてみました。で、これですね、これなんですけど、フレームですね。このフレームの色とかは、フィニッシャーズさんの色で、ウエストブラックなんですけど、このフレームとで、ここのね、後ろのこのこれかな、はい、この部品か、この部品ですね、がつきます。後ろの、まあ、荷物置きみたいな感じのやつですね、はい、がつくとこですね。この細いとこですね、はい。それと後ろのショックサスですね、はい、これはもうメッキの方ですね、つけまして、で後ろのタイヤホイール、はい、つけて、はい、これぐるぐる回ります。で、あとはこのエンジン類ですね、はい、まあ黒い部品もありますし、メッキの部品もありますし、こんな感じでつけてみました。はい、なんかね、この水道の蛇口みたいな感じの部品も、はい、あります。このね、メッキの部品の上のメッキの部品ですね、これがまあ蛇口みたいな感じですね、水の蛇口みたいな感じの、部品になりますが、こんなも、はい、つけて、とりあえずここまではね、やってみました。はい、で、ちょっとね、僕勘違いしてまして、僕持ってるこのホンダのゴリラのプラモデルですね、今作ってる途中のプラモデルなんですけど、これはホンダのゴリラですけど、前ちょっと紹介した時に、色違いのホビーショップメガドッグさんのお店でね、色違いのオレンジ系かなのホンダのゴリラが売ってると言ってましたが、僕その次の日にね、ちょっと覗きに行ったら、まあ箱とかは同じです。で、それがまあホンダのね、
モンキーやったんです。はい。ゴリラと違って、モンキーで、で、まあ、この、ね、まあ、これはゴリラなんですけど、これの、ここに絵描いてるのがモンキー。オレンジの色のモンキーやったんです。はい。まあ、ちょっとそこはね、修正をします。はい。僕の持ってるのはゴリラです。で、ホビーショップメガドックさんのお店に、売ってる、この、ね、シリーズ、ザ・バイクのシリーズの、ホンダの方は、モンキーでした。はい。すみませんでした。ね、まあ、それと、これ、ゴリラなんですけど、まあ、半分が、ゴリラの部品なんですけど、半分のちょっとした部品が、モンキーの部品もついてます。はい。で、これかな。この、デカールで言うたら、このね、ホンダの小さいマークがゴリラのやつだと思います。で、この赤色のね、まあ、タンクにつけるやつですね。っていうのが、モンキーの、はい、やつになります。だから、デカールも、ちょっとはね、モンキーのも入ってます。で、あとは、まあ、ゴリラの方も入ってます。はい。まあ、こんな感じで、まあね、部品とか、デカールの方も、置いてたら、またモンキーの方ね、を買った時に、まあ、こんな感じで、作ったりとか、加工して、改造して、まあ、作ったりとかね、っていうのもできると思うんで、まあ、バイクはバイクで、部品は、今、使わないバイク、部品は置いといて、まあ僕もね、カーモデルの方でも、使わない部品とか、また違う車でね、カーモデルでね、作って、ここをこうしようっていう時に、他の部品を使って加工してできるから、まあ置いてます。はい。まあこんな感じでね、今は、後ろのタイヤとか、ショックサスでエンジン系でフレームは、ちょっとね作ってはい見ました。まだねこのね、今シルバーで中間の色で、やってますが、タンクとフェンダーとかなんですけど、それは僕のね、もうちょっと、まあクリアーパープルですね。キャンディーパープルにもしてみたいかなと思いますが、もしね、失敗したらダメなので、まあ先にねスプーンとかで。ちょっと色を拭いて、試し拭きですね、もうやってみたいと思うんで、次回はね、それとその試し拭きの方とね、まあうまいこと言ったらこのフェンダーとかタンクとかね、色分けを、してみたいかなと思います。はい。まあ、ここのね、タンクとかフェンダーの部品には、まあうまいこと拭けたらね、キャンディーパープルにしてみたいかなと思います。でもし、それがちょっとね無理やったら、青色っていうか、まあメタリックブルーと、で、まあ、ちょっとね、
蛍光ピンクみたいな感じのやつですね、を混ぜて、まあメタリックパープルみたいな感じにして、拭いてみたいかなと思います。はい、まあ、一応こんな感じで、途中経過ですね、今回からまたプラモデルの紹介ですね、作ってるとこの紹介ですね、今回はホンダのゴリラの途中経過ですねを紹介してみましたが、また次回はその先ほど言いましたが、スプーン、プラスチックのスプーンですね、で、試し拭きと、まあこのフェンダーと、タンクですねの方の、色分けと、してみたいかなと思います。はい、またね、これからちょこちょこと、部品、まあ色ですね、ウエストブラックのままの方で、部品も付けれるとこがあったら、付けて、まあ、次回の動画のね、途中経過の方の準備とかもしていきたいと思いますんで、よかったらまた次回の動画も見てください。はい、それでは今回はこんな感じでね、ちょっと途中経過、ホンダのゴリラの途中経過の方ですね、紹介をしました。はい、お疲れ様でした。ともくんチャンネルでした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、グッドボタンをよろしくお願いします。それではお疲れ様でした。バイバーイ。